第41教育飛行隊は、航空自衛隊航空支援集団第3、輸送航空隊霊下の飛行訓練部隊。1995年に、美穂基地で新編され、T-400 による、輸送機及び救難機操縦者の基本操縦過程の教育を行っている。1994年2月16日に T-400 練習機初号機が、航空自衛隊に納入され、 同年7月28日に、美穂基地で臨時第41教育飛行隊が編成された。1995年6月1日に第41教育飛行隊として編成完結した。第41教育飛行隊は、聖浜基地の第11飛行教育団か、豊富北基地の第12飛行教育団での T-7。 練習機による初級操縦課程終了後の輸送機及び救難機コースの基本操縦課程を担当し約12ヶ月の教育を行う。航空自衛隊では輸送機及び救難機操縦者の一貫した教育体制が整備されていないことから第41教育飛行隊を航空教育集団例会へ移動し2020年度に三保基地から浜松基地への移動を計画していたが 移動は2021年度に先送りとなった。舞台マークは、はやぶさのシルエットを背景に41の文字をモチーフとしたものになっている。ありがとうございます。